ね、たまたまあの堀江さんの切り抜きを見たんですけど、あのなんか車を買うときに現金で買うやつは頭が悪いみたいな、あのまあローンを使った方がいいよねとか、リスを使った方がいいよねってやつで、まあまあ確かにそうなんでしょうと思ったんですけど、僕、現金で車買いました。はい <laughs> 利子が低いからロ,ローンにしてでそこでそのお金を浮かせて何か投資に回した方がいいよねっていうのでまあそのそれを怠ったから頭が悪いよねって話だと思うんですけどあの、まあ、僕買った車が5万ユーロぐらいなので650万円ぐらいなんですけどあの650万円ぐらい普通に口座にもともと入ってるんですよ。でそのじゃあ 仮にじゃローンでその650万円が浮いたからとして、じゃあそれをな、何か投資にするかってうと、しないんですよ。別にあの、それぐらいの現金が入ってる口座はあるよねっていうだけで、で、そのためになんかこう、ローンの手続きとかして、なんか引き落とし口座これでとかって、やる方がめんどくさいから、普通にこう、ポチポチって振り込んで、あ、振り込みましたって言った方が楽だよねって思うので、 車の1台500万とか600万とか1000万レベルだったらめんどくせえことをやらないっていう選択肢もあるんじゃないかなと思いました。はい